今半別館今半は飲食業者、小売業者の名称である。本校では東京都にあるすき焼き専門店、今半本店と同店をルーツとする東京都内の4事業者について解説する。今半本店は浅草の新中店通り沿いに店舗を構えるすき焼き専門店。所在地は東京都台東区浅草一丁目19番7号。 工術のは今半本店をルーツとしているが、2011年時点では、それぞれ直接の関係はなく、独立した経営を行っている。1895年、本塾あずま橋の牛鍋屋として創業し、後に浅草へ移った。関東大震災により、店舗が消失したが、その後新たに竜宮をイメージした、豪華な店舗を建て、人々を、あっと言わせた。 新店舗は木造3階建てで、店内には客用の風呂も設けられており、湯口はライオンを片切ったものであった。和洋中の料理が取り揃えられ、金製のすき焼き鍋も用意されていた。同店には今半五店との異名がつき、店舗の絵はがきも作られた。長い家風は同店をしばしば訪れており、店内の様子などを団長亭日常に書き記している。 この建物は太平洋戦争時に消失した。同店は2011年現在、すき焼き専門店として営業している。遠隔2011年現在、新中見瀬通り沿いにて営業中。開業当時、関東地方で唯一の政府公認食肉処理場が芝生八金、今里町にあり、 ここから肉を仕入れていた店は店名に今の字をつけることが多かった。今藩の今の字はここから肉を仕入れていたことと今用という語句に由来している。藩の字についてはとされている。有限会社今、藩別館は浅草の伝房院通り近くにいて、すき焼きを中心とした日本料理店今藩別館を運営する企業である。所在地は 東京都台東区浅草2丁目2番5号。同店の建物は登録有形文化財となっている。同店の建物は今半からのれん分けを受けた当時の店主が太平洋戦争後にかつての今半五店をイメージして建てさせたものである。1948年から10年近くにわたって増築が重ねられ21世紀初頭には大規模な 修繕工事がなされている。すき家作りの木造2階建て。天井や欄間などに施された彫刻は、富山県から呼び寄せた、稲見彫刻の職人と、地元浅草の職人に腕を競わせたものである。細い材の組子や花形の墨板を多用した建具は、作られた当時、くどいとの批判もあったが、後に、目黒賀女園など、日本各地の料亭、旅館でも、 同様の建具が使われるようになった。建築士屋の稲葉和也は、ビルの多い浅草に、このような建物が残っていることを、奇跡に近いと述べている。株式会社今藩は、生肉の加工販売、牛肉加工食品や、弁当などの製造販売を行う企業である。本社所在地は、台東区西浅草2丁目17番4号。同社の関連企業には、 すき焼きを中心とした日本料理店、浅草今半を運営する株式会社公共がある。同社の商品は、など、高級黒毛和牛肉を加工した食品が中心である。同社の佃煮に詰め合わせは、毎日新聞が発表するお中元ギフト、お歳母ギフトの人気ランキングに、しばしば登場する人気商品である。人形町今半のウェブサイトには、 浅草今半が牛肉つくだにで日本一のシェアを持っている旨が記載されている。BSE 騒動当時はつくだにの売り上げに深刻な影響が出ていたため新たに牛肉弁当を売り出したところ、後に月1万食の人気商品となった。人形町今半株式会社人形町今半はなどを行う企業である本店を 東京都中央区日本橋人形町2丁目9番12号に、本部を日本橋柿柄町1丁目4番5号に置く。今、半本店をルーツとする都内の飲食業者の中で、最も多くの飲食店舗を持つ事業者となっている。同社の特製すき焼き弁当は、菓子の重箱に、すき焼きとご飯が別々に詰められており、温かいまま注文先へ届けられる。 1959年から配達サービスが行われており、企業からの注文が多い。かつては重薬弁当との通称もあった。同社は20種類以上のタレ、ドレッシング類を製造し、スーパーマーケットなどに出荷するメーカーでもある。同社の製造する割下は日本で3位のシェアを持っている。人形町今半の折り詰め弁当。 雪月下しゃぶしゃぶ亭代,代々木今半は渋谷区代々木一丁目45番4号に店舗を構えるしゃぶしゃぶとすき焼きの専門店である。テレビ番組出没アドマチック天国では同店の牛タンしゃぶしゃぶを日本初の牛タンしゃぶしゃぶとして紹介している。同店では牛肉しゃぶしゃぶを注文した客に対し肉を筒状に丸めて静かに鍋へ入れるよう勧めている。 こうすることで内側はレアのまま外側に熱を通して食べることができる。ありがとうございます。